キンプリ、グループ分裂でも5人で仲良し旅行最終決に望みはあるかご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもって平野市要、岸優太、神宮寺優太の3人がグループを脱退し、5人での活動が終了となるキングプリンス以下。 キンプリ。平野と神宮寺は同日にジャニーズ事務所を退所。騎士は秋に退所する予定だ。それ以降は、長瀬角と高橋山の二人でグループ活動を継続していくという。まさに分裂の時が目前に迫っている中、3月30日発売の女性セブン小学館では、最初で最後の5人旅行の計画について報じられている。 同志の記事では、高橋が、テレビ誌のインタビューで5人でテーマパークに行く計画があると話したことを引き合いに出し、恩人であるジャニー北川氏に連れて行ったもらったハワイへと5人で旅行する可能性に触れている。決して具体性のある旅行計画ではない、ものの金プリの5人の関係性がそこまで悪くないという話は聞こえてきます。分裂という結論に至ったのも、 5人が仲違いしたからではなく、ジャニーズ事務所の藤島ジュリー恵子社長が海外進出を許可しなかったからというのが実際のところ。仕事へのスタンスにメンバー間のギャップはあるものの、できることなら5人で活動したいというのが共通した思いであることは間違いないはず。5人で最後に旅行するくらいのことはあり得るでしょう。 それにファンとしても、いつか5人が再集結すること願っていますしね。芸能事務所関係者。それならば、平野、騎士、人流寺の3人がジャニーズ事務所を退除した後に、再び長瀬と高橋と合流することの現実味はどれくらいあるのだろうかジュリー社長がいる、限り3人がジャニーズ事務所に出戻ることは絶対にありえない。 なので、金プリ5人が再集結するには、長瀬と高橋がジャニーズ事務所を退場するしかないでしょう。ただ、平野、岸、人流寺の3人がちゃんと活動できていない状態では、残りの2人がついていくということもあり得ないので、少なくとも3人はジャニーズ退場後の活動を軌道に乗せなくてはならないということ、レコード会社関係者。 ジャニーズ事務所を退所してソロで活動しているタレントは少なくないが、グループとしてコンスタントな活動を計測しているケースは、元スマップへの3人による新しい地図やジャニーズ JR のラブトゥーンを前進とする7オーダーくらいだ。新しい地図はそもそも芸能界のトップにいたスマップへのメンバーということもあり、かなりのレアケース。 それでも、地上波に復帰するまでかなりの時間がかかっているので、大手メディアにおけるジャニーズへの忖度はまだまだ強いということです。7オーダーについては、順調に活動をしていますが、そこまで規模感が大きいわけではなく、ジャニーズ事務所を脅かす存在ではない。 キンプリを抜ける3人もこの規模で活動することはできると思いますが、7オーダーよりも圧倒的に注目度が高いため、ジャニーズ事務所が見逃してくれない可能性もある。いずれにせよ、キンプリを抜けた3人がそのままいい感じでグループ活動を続けることは相当難しいでしょう。どう かつてに比べてメディアへの影響力が薄れているとはいえ、まだまだ強大な力を持つジャニーズ事務所。その他の大手芸能事務所も、わざわざジャニーズに立てつくかのように、金プリを抜けた3人をサポートすると思えない。3人が将来的な金プリ再集結を見据えた活動をするには特殊な環境が必要だということですよ。 そうなると、選択肢としてあるのは、先日滝沢秀明氏が立ち上げた新会社戸べの所属になるということくらいですかね。滝沢氏はそもそもジュリー社長との関係性が悪いので、そこに気を使って動く必要がない。滝沢氏としても、三人が合流すれば大きな目玉になるわけで、売り上げを確保するという意味でもメリットも大きい。 滝沢氏と金プリはそこまで関係性が深いわけではなく、これから関係を築いていかなければならないということはネックになるとは思います。どう多くのファンが待ち望む5人の再集結というシナリオを現実にするには、滝沢氏がピクサーになるしかなさそうだ。